ライトマスキー。ここ、イン渋谷。オッケー？今日何の日か知ってる？ちょっと待ってください。はい。なんですか？今日何の日か知ってるって。今日ハロウィン。そう、ハロウィン。知ってるね。ハロウィンパーティー。ここ、渋谷なの。はい？渋谷。あ、そうですか。だから、はい、俺クラスになると、やっぱりコスプレして、ちょっと街を、ちょっと楽しもうかなと思って。はい、やってない？はい、パーティーに参加しない？パーティーっていうか、まあ、もうコスプレとか、まあ、パーティーとかね、ああ、今日、俺は、まあ、基本、まあ、年中で、年中パーティーだから。どうしたんですか？なんか、うん。なんかやらされてます？うん？あ、これこれグッチ。これグッチ。OK。ちょっと落ち着いてください、一回。はい。なんか、ね、普通の普段のあなたじゃないんですよね。ああ、だからそのハロウィーンになっちゃうと、まあちょっとテンション上がっちゃうね。あ、人格変わっちゃうんですか。まあ、人格というか、まあまあ、いや、僕らの世代はあんまりそのハロウィーン馴染みないと思うんですけど、ね、世代とか関係ないから、そういうの。なんかそのバイブスやってっからさ、そういうの。なんかギャル王みたいになんか、うん、憧れてます。いや、別に憧れとかじゃなくて、単が20代前半今日ハロウィーンだからコスプレをしたいから今って無理やりテンション上げて、わかりました、あのハロウィーンだから、うん、若い人がやるから怖くなって今無理やり若いギア入れて、それで最大限出た言葉がバイブスなんですね。ちょっとそういうね、でなんとかグッチのGジャンでなんとか、うん、ああ古いなー、ポーズが何ポーズが古い、それ昔あの初めて車を買った人が車の前でやるポーズですね。いやポーズに古いとこないから、浮いてますね、ちょっと角度がいいでしょ、やっぱり古いです、ね、やっぱハロウィンぐらいだとこれぐらいになるから、うん、じゃあ今からコスプレをするってことですか。そうそう、だからもうついてきてほしいんだよね、もう渋谷の街、あ、撮ってほしい、あ、分かりました、カメラ前いないとさ、はい、分かりました、ちょっとキャメラよろしく、じゃあちょっと行きましょう、キャメラとバイブスでやってんだな、人行こうか、何のコスプレですか。え、何のコスプレですか。鉛筆のシーン、鉛筆のシーン 2B。 どこ行くんですか。渋谷。仲間だと思われるんで、あんまこっち見ないでもらっていいですか。あんまコスプレしてる人いないね。ちょっともっと離れてもらっていいですか。え、なんか一人で歩くのが怖いのか知らないですけど、なんで僕の方に近寄ってこないでください。こう全然こうない、いや、なんかコスプレしてる人いないな。いないね。今
本当にもっと離れてくれないとあんま撮れないんですよ。もっと離れてください。もっとじゃあそこぐるってしてください。内藤さん、内藤さん、内藤さん、ちょっとしばらくここに立ってもらっていいですか。ここにただ立ってるだけでいいんで、で僕通るんで。ここだとライトで見えづらいんで向こうでもいいですか。ライトで見えづらい。あの自販機のライトで、あの逆光になっちゃって見えてないんで、すいません。ここでいい、ここで立ってもらって、この前で。ここだとほらトイレ並んでる人。いやここで立ってもら、立ってもらっていいですか。何も見えないんだから、ね、恥ずかしかった。え、恥ずかしかった。一人で置いてかれたのというわけで、今日あなたが、はい、あのこのコスプレしたのは鉛筆のシーンじゃないです、はい、これはあの日の思い出です。あの日忘れかけてた自分です。はい、てってれー、あの日の自分です。え、ハロウィンってこんなんだっけ。ね、何ちょっとここに立ってもらっていいですか。あの、まっすぐ。実はあの日の自分です。何言ってんのさっきからそれ。何なの。恥ずかしい、恥ずかしい。これ別ギャラ出る、これ
ね、これ別ギャラ出るこれ。ああ笑ってるね。怒ってるよ。分かんねえだろこれだけじゃ、はい。というわけで皆さんのチャンネル登録いってください。チャンネル登録をお願いしてください。あとこれ今日31日じゃないんだよ。はい。ハロウィン来たけど。ハロウィン明日なんで。明日なんですよ。はい。誰もいないんだよ。あとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。そのまま止まってください。すぐ巻こうとすんのやめてくれるね。巻かないで俺一人で。